はーい、皆さんこんにちは、のっぺんです。ウィーニングポスト内2021野球ショー。さあ今回からまた新しいゲームで実況を始めていきます。こちらのゲームはですね、大人気競馬シミュレーションゲームシリーズの最新作でございます。ということで早速やっていきましょう。まずはじゃあニューゲームで、まあこの辺は飛ばしていきましょうか。はい、でまずは年代を選ぶんですよね。これどこ選べばいいんだろうな。じゃあまずはじゃあ1991年から選んでいきましょうか。オグリキャップが活躍していた時期なんでしょうね。いきましょう。はい、さあ楽しみですね。1990年、さあでムービーが始まりました。暮れの中山競馬場、17万の視線が一頭の足毛に注がれていた。彼の競争生活は死闘の連続だった。その走りは日本中を熱狂させ、空前の競馬ブームを巻き起こした。今往年のライバルたちはすでにターフを去り、彼自身もまた勝利から遠ざかっていた。誰もがもう終わってしまったと諦めかけていた。だが誰もがあの熱き走りの復活を願っていた。かつての激闘を思い出すように、その走りは次第に力強さを増していく。オグリキャップ奇跡のラストラン。歓喜の余韻が残る中、人々は夢を見る。新しい時代の主役たちにさらなる熱き戦いの夢を。いや、ムービーすごかったね。いやで、この子はリュウタンしおりちゃんって読むのか。グス、オグリ、本当にありがとう。うん、競馬ってこんなにも心を揺さぶるものなんだね。姫神ノエルちゃんいきなり何なんだろう。感動でまだ鳥肌が立っています。これでターフを去る馬とは思えない走りですが、また出てきた。横萌木ちゃん、また出てきた。関谷未来ちゃんか。うん、スターホースたちが持てる力を振り絞るこの極限の戦いが競馬の未来を切り開いていくんだなって感じました。また出てきた。桜子ちゃんね。みんなすっかり放心状態ね。それだけの白熱したレースだったから無理もないかしら。でもクライアント様がアゼントしているからそろそろ戻ってきなさいね。ご挨拶が遅くなり失礼いたしました。やっと自己紹介始めてくれた。で私、有馬シンクタンクの有馬桜子と申します。あ、よろしく。弊社では競走馬を生産して馬主として走らせる、いわゆるオーナーブリーダーを新たに始める方へ様々な形でのサポートを提供しています。馬主登録から牧場の開設、そして秘書の紹介まで、オーナーブリーダーの新規開業に必要なことは何でも お任せください。うん、分かるね。なおこちらが今回ご紹介させていただく秘書候補の、あーで萌木ちゃんか。私は橘萌木横萌木あのね、ちょっとね字が横に見えちゃうの。うん、立花が読めなかったわけではありません。備えあれば憂いなしというように。うん、分かった分かった。うん、あで関はミクなのね未来じゃないんだ。周囲からよく楽天的と言われます。うん、なんかそれっぽいね。でノエル、姫神ノエル、ノエルちゃん、うん、外国の方かな。うん、でリュウタンじゃないんだよ林道なんだね。うん、勉強になります。競馬のことはいっぱい勉強してきました。うん、なるほどね。でこの子たちが秘書なんだね。はいはい、ほうほうほう。まずは難易度をはじめとするゲームの遊び方を設定。ああ、こういうことな。なるほどなるほど。はいはいはい。いやー、いきなりハードはちょっと私ね、このゲーム初めてやから厳しいような。だなー。まあこの辺はパパパーっと見ていこう。じゃあまあ難易度は最初はノーマルでいきましょうか。うん、ノーマルで、シミツバの誕生年はまあこれでいいか。うん、
とでデータ引き継ぎはデータ持ってないんで、シリーズボーナスそんなある？ちょっと待って、あーこれか、はい、あーないのないのバレてる。じゃあこれで決定。システム1、はい、OK で、スペシャルシューバーを導入すると、はいはいはい、あーそんなある。じゃあ最大10頭まで、待って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 待ちなさい。待って、どれがいいんだろう。じゃあとりあえずこれプラスして、じゃあ10ポイント、はい、登場で、今度はどれがいいんだろう。まあこんな感じでいいかな。よし、いいでしょう。はいはい、じゃあ設定2は終わり。はい、で今度は馬主登録申請ね。はいはい、了解です。じゃあまあここは、さあ馬主の登録申請はこんな感じにしていきましょうか。布ペン男20歳でいきましょう。で勝負服はね、そう結構ね、いろいろ選べるんですよ。こんな感じでね、わあこれもね時間かかっちゃうから、まあ、パパパーってとこは、じゃあこうして、でこっち側は、あー星もいいよね。タスキか、タスキもいいな。まあじゃあこれでいきましょうか。はい、じゃあこれで OK です。はい、さあここでいきます。はい、で決定で、競走馬を生産する牧場を開設しましょう。これはうわ、いろいろあるな。いやーこれちょっとどういう風に選んでいいかわかんないっすな。ほうほうほう。これはじゃあまあこの辺、まあ牧場の数、ここか。まあじゃあまあとりあえずここにしとこう。なんとなく。で牧場名はもちろんこれはもうこれでいきましょうか。はい。はい、ペペペペ牧場で。はい。まあダビスタから引き続き。はい。で、ペペペペ牧場です。はい。で、ペペペペにして。で、名称選択。あー、ペペペ牧場じゃなくて、じゃあ、ウィニングポストはファームの方でいきましょう。で、牧場長設定。あ、私が牧場長じゃないんだ。はいはい。で、牧場長ごとに能力、育成方針、得意施設が異なる。そうなんだ。ほうほうほう。あー、わからん。まあ、誰選んでも良さそうだけどな。あー、で、この子たち可愛いね。で、おっさんか女の子だよな。これはまた悩むね。じゃあ、まずはこちら。下月ニエフちゃんでいきましょうか。はい、じゃあ、決定。はじめまして、下月エニフと申します。エニフって呼びにくい。昔から寝ても覚めてもサラブレッドの配合のことを考えてきました。そうなんだ、すげえ。じゃあお願いしますね。エニフちゃんね。はい、言って、あー決定ね。はい、わかったわかった。それはさっき聞いた。はい、これでいきましょうか。はい、で今度は秘書を、選ぶのか。はいはいはい。しおりちゃん。さっきの子たちか。これなー、悩むなー。まあ誰が一番タイプかっていうところだよな。いや、みんな可愛いもんな。じゃあさっきね、横萌木ちゃんって間違えた。あの萌木ちゃんにしよう、ごめんな。さっきは、これでちょっとご機嫌をとって。あ、で衣装変えれるんだ。なるほどなるほど。あ、みんな可愛いね。じゃあ萌木ちゃんでいこう。はい、さあ萌木ちゃんお願いね。はいはい、わかりました。で開始。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。さあこれで全ての手続きは完了ということで、やっていきましょうね。さあ頑張るぞ。あ、選ばれず残念ですよ。ほんとミクちゃんごめん、ほんとに。君も選ぼうかと思ったんだけど。あ、で萌木ちゃん。選んでいただいてありがとうございます。あー、でこの方が何すか。原誠二さん。どちら様でしょう。調教師の方。あー、どうもどうもこんにちは。実は私も来年から開業する調教師でして、あー新人なんだ。ちょっと原さんのとこに馬を預けるのはやめよう。できればベテランの方にお預けしたいんですよ。ごめんね。
この世界は人と人とのつながりが絆となり、やがて大きな力になると言いますかね。そう、このねゲームは絆っていうのが大事らしいですね。さあな、でもまあ原さん新人やからなで、見てください、オーナー、都会とは全く異なる見渡す限りの広大な草原、そしてどこまでも高い空。むさな、ところで現在はオーナーとお呼びしていますが、これからはオーナーを愛称でお呼びしたいと思っています。ヌノさんかペンサはちょっと微妙だよな。ヌノ社長、ヌノオーナー、その他は、あー自分でかけて、いやそれはちょっといいや。じゃあヌノさんでいこうヌノさんです。はい、了解しました。それではいよいよここからヌノさんと上層馬たちの物語が始まります。さあ頑張りましょうね。さあ日本一のオーナーブリーダーとなっていきましょう。さあみんな力を合わせて頑張っていこう。さあそしてこちら、そうそう重要なことを確認し忘れていました。ヌノさんは結婚についてどう考えていらっしゃいますかいきなりどうしたの。こちらのゲームでは出会った方々との友好度を最大限に深めれば結婚ができます。ああそうなんだ、はいはい。身を固めたい、1,2 がある。で秘書たちの方はどう考えてる。いずれは結婚も考えるが今は独身。まあじゃあ萌木ちゃんに聞いてみよう。みんなの結婚に対する考えまでは分かりませんが、秘書としてこういう仕事をしたい、こういう瞬間に立ち会いたいという憧れについては以前に話したことがあります。そんなことを聞いてるんじゃないんだ萌木ちゃん。君が結婚したいかしたくないか、それが聞きたいんだ。うわースルーされてるいやいや答えてよ。あーなるほどね、なんかこういう、あーなるほどなるほど、はい、分かった分かった。身を固めたい。分かりました。そういうことなら私の知り合いにいい方がいるので紹介しますね。いやーノープロブレムかな。あーこの子も可愛いな。マンリちゃん、マリちゃんかな、分からんちょっと振り仮名振っといて。縁談を進める、いややめとこうちょっとお見合い人の方も試したい。競馬のゲームじゃないのこれ。競馬がしたいんですけど。あーこの子も可愛いな。 C のはるかちゃんね。いやーせっかく萌木ちゃん選んだで、誰誰、お母さん、はるかちゃんはお母さんなのでいきなり2人子供がいるのか。あでなんか坊ちゃん出てきた。待て、いやーちょっとここはまだ出会いもあるだろうから、まあじゃあこれでいいや。はい、もう全然わからんかったでどなたかお客様のようですね。どちら様でしょう。あーこの子も可愛いじゃん。馬主の天井あやと申します。はい、あやちゃん、おめでとうございます。ありがとう。で何ですか。ヌノさんは競走馬はすでにお持ちですか。いきなりヌノさんって呼んでる。で、でもしかして競走馬くれると。ありがとうございます。いきなり競走馬くれるの、うわー嬉しい、ありがとう。あ本当ですか、やりましたねヌノさんね。なんかまさに棚からボタ持つというかね。これどっちか選べってことか。いやーまずは牝馬だろうな。じゃあ桜花賞やオークスを目指す3歳牝馬。私のおすすめは山のカサブランカ。ほう、卓越したパワーを持つノーザンドライバーなどもおすすめです。おすすめ買えばいいのかな。山のカサブランカ、これか。でノーザンドライバー、うわこれどれがいいんだ、全然わからん。こっちの方だと、いやわからんな、私ではわからん。あ待って、じゃ、3歳の中ではそこそこ評判です。あそうなのね、待って、
じゃあ一回ボバの方も見ていきましょうか。レオダーバンとナイスネイチャーがおすすめ。なるほどね。じゃあまずはこちら牝馬のノーザンドライバーを選んでいきましょうか。で成長型早熟か。まあとりあえずじゃあノーザンドライバーでいきましょう。3歳の中ではそこそこの評判です。私の直感ですけどなかなかの素質を秘めていそうですね。じゃあこの子でいいや。で名馬レッスンあるんだ。はい。でほう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 、なるほど、わからん。またこの子でいこう。はい。で2億になりますがノーザンドライバーでよろしいですか。うん、いいでしょう。気に入った馬がいたみたいで安心しました。あとはデビューの日を楽しみに待つばかりですね。うん、そうやな。まずは冠名を決めましょう。まあ冠名使用したくていいか。じゃあこうして、まあとりあえずまあこれでいいや。はい。冠名入力してください。ごめんな。じゃあもうペペペペでいいや。もう何でもかんでもペペペペにしてやる。はい。ペ。はい。で多分ねメスの方も選ばないといけない。メスじゃないな。これ後ろの方か。じゃあペペでいいや。はい。ペペ。はい。で一時消してよし、これでいい。はい、はい、これでいいかな。はい。冠名はこれでよろしいですか。はい。次に馬名を決めましょう。あ、そのままでいいよ。うん、だってそのままがいいって言ってるんだもん。うん。で再生ノーザンドライバー。あー、ちゃんと喋るんだ。はいはい。じゃあこれでいいや。ノーザンドライバー、そうですね、素敵な名前だと思います。うん、そうだね、最初の名前だから。厩舎に当てはありますか。いやー、原さん新人の調教師やからな、不安やな。まあ私も新人だけどさ。なるほどね。はいはいはい。で宇野さんに繁殖牝馬もお譲りしようという話があり、あ、なんかトントン拍子に進んでくね。ヌドの実力と言いますと何それ。3月4週までに桜花賞の優先出走権を握る。あ、はいはいはい。だからトライアルレースで好走しないといけません。はいはいはい。これに入賞しろってことだな。おー、なるほど。まずはこちらをご確認ください。はい。プレイ評価。あー、なるほどね。はい。なんかお守りとかあるね。あ、待って。秘書のスペシャル衣装っていうのが、あー、欲しいかも。で馬主の目標は大レースの制覇。あー、はいはいはい。まあこの辺はパパパって見ていこうか。で最終的に合計ポイントが10万を超えると馬主カードを極めたことになりエンディングを迎えられますと。はいはいはい、了解しました。プレイ評価に追加されてるんだね。桜花賞の優先出走権獲得が。うん、わかりました。さあでは達成していきましょうね。了解。なるほどなるほど。でやっと競馬ができるのかな。ほう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 、なるほど、わかりました。まあ いやもうちょっと長くなりそうだから早く競馬化したい。じゃあまずは人情報。馬主は、あー、私以外にもたくさんいるのか。で、あやちゃんね。で、あと、で、名声とかもあるんだ。まあ、多分この2万オーバーとかの人はもう声をもうかけられないのかな、私。さあ、ではじゃあ、まず一周進めてみましょうか。馬情報とかってある？うわ、ないな。まあ、とりあえず進めましょうか。はい。で、これが、今週のレースかな？なるほど。ほうほうほう。で、この後、早速、トレセンの原先生のところに伺いましょう。ヌのオーナー、立花さん、遠いところをようこそおいでくださいました。どうも。
こうしてご縁がありノーザンドライバーを預けていただいてありがとうございます。はい、ちゃんと育ててね。まずこうして、で、あー、所有競走馬をこうやって見るわけですね。あー、で、能力、はいはいはい、で、闘志、うん、ほうほうほう、あー、結構難しいね。こういうのを合わせないといけないんだね。はいはいはい、なるほどな、うん、よし、なんとなくわかりました。うん、やって覚えよう。で、これがノーザンドライバーの能力で、こっち行くと、はいはいはい、で、能力は柔軟性 E プラスか、低いんだ。で、ちょっと調子が上がってきてる。で、疲労もだいぶ下がってるんだね。了解しました。はい、で、ノーザンドライバーについて詳しく教えていただけないでしょうか。はいはいはい、ノーザンドライバーは気性は荒いで、物覚えはかなり良さそうで、体質が弱い。なるほどね。はい、ほう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 、まあ、とりあえず、まあ、パパパーという読んでいきましょうか。さあ、まずは一勝しましょう。さあ、頑張ってノーザンドライバーで、なんか調教とかできる。馬情報で、ノーザンドライバーで、調子は上がってきてるんだね。はい、で、指示、あ、で、調教、そうね、調教方針についてはしばらくは私に任せてください。なんだ、私の馬だぞ。有効度が50以上になると指示を出せます。そうなの。さあ、そしてあ、コースポの記者をしてる、光だな、多分これ。申します、どうも。ヒカリちゃんも可愛いな。これ嫁誰にするか迷うね。で、取材ですよね。はいはいはい。ヌノさんが注目しているライバル関係ってありますか。いや、全然わかんないです。馬のライバル関係な。はいはいはい。で、わ、驚きました。萌池ちゃん可愛い。で、決戦図っていうのがあるのね。はいはいはい。あ、ノーザンドライバーいるわ。下の一番右側にいる。山菜牝馬路線か。で、一番注目されてるのが磯のルーブルなのね。強そうだね。でさあ、頑張りましょうね。で、はいはい、で、決戦図ちょっと見てみましょうか。決戦図、これか。どんな感じ。で、これが山菜ボバの決戦図で、これが山菜牝馬、ボバ中長距離、あー、メジロマックイーンとかライアンとかいるんだね。はい、こちらは布です。あら、原先生。はいはい、そうですよね、いよいよですよね。了解いたしました。今後ともよろしくお願いします。なだった。あと、実装であるクイーンカップまであと2週間、仕上がりは万全とのことです。あ、ありがとうございます。いや、緊張するよね。で、また来客。あ、原さんだ。さっき電話くれた。で、ノーザンドライバー、あー、でもいい調子じゃない。行っても立ってもいられず、ペペペペ牧場まで来てしまいました。そうなんだ、マジか。いや、忙しいのにありがとうございます。で、何か絆のようなものの芽生えを感じているんです。ああ、そうなの。これは何すか。調教師との絆。ほうほうほう、なんだろうこれは。究極仕上げ。はいはいはい。これは絆コマンドでございます。使ってみてください。あー、これが普段の絆コマンド。はい、で、人物と友好を深めた時に獲得できるんだ。はいはいはい、なるほどね。ほうほうほう、了解です、ありがとう。で、これで、で、原さんと仲良くなっていけばいいのかな。布さん、予定通りでしたらいよいよ来週がノーザンドライバーの初出走となります。
当日はぜひとも競馬場で観戦しましょうね。うん、だね。今から私が緊張してもどうしようもないと分かってはいるんですが、待ち待った布さんの初出走ですから仕方ないですよね。うん、さな。うん、私も緊張してるよ。で、現在ローザンドライバーどんな感じ？あー、でもかなり調子上向いてるじゃん。あー、原さんやるじゃないですか。さあ、では行ってみましょうか。じゃあ行くぞ。これでいいかな。さあ、どうでしょうか。さあ、勝てるかな、ローザンドライバー。まあでも期待は持ってもいいんじゃないかな。まあないですね、難易度はノーマルですからね。で、今週のののさんの出走予定はこのようになってます。はい、なるほど。さあ行きましょうね。じゃあ出走、はい、で完了で初出走となりますね。うん、あーで、そうか、次の週か。あーで、エニフちゃん、こんにちは、ヌノさん。早いもので、ペペペペ牧場が開業してからもうすぐ2ヶ月が経ちますね。私何もやってね。で、ペペペペ牧場を取り仕切っていきます。うん、頑張ってな。で、はいはいはい、なるほどね。で、スタッフの配置とかあるんだ。で、得意施設トラックコース、あー、これね、狙ってた実は。で、はい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 、なるほどね、わかりました。ほうほうほう、まあ、まあこの辺はやって覚えましょう。で、あー、で、また新しい記者の方来た。コースコね、どうも。で、この方イケメンやな。さあさあさあ、ね、さあね、もう勝手に萌木ちゃんが喋るからで、鎌田投手が、はいはい、なんか紹介されたけど、まあまあ、まあ大丈夫でしょう。さあ、頑張ってもらいたいですね。さあ、頑張りましょう。で、次は、で、牧場か、はい。で、現在資金は27億9000万、めっちゃあるじゃん。あーで、この施設の拡張ができるわけですね。で、トラックコース、じゃあここを拡張していきましょう。で、スタッフもやってる。まずは拡張していきましょうか。はい、じゃあ拡張します。工事費用は5億か、まあ仕方がないか。はい、で、5月2週に完了予定。で、スタッフ配置、あー、エニフちゃんか。あー、じゃあちょうどお願いしますね。さあ、では行ってみましょうか。ノーザンドライバー頑張ってね。さあ、ドキドキの初出走でございます。で、絆コバンドはとりあえずなし。さあ、トライアルレースは普通に勝ってもらわないと桜花賞でいい勝負はできないに決まってる。さあ、頑張って。競馬場でできることについて説明しますね。まずは作戦の指示だね。で、パドック新聞の確認。ほー、了解しました。私、胸のドキドキが止まりません。私もだよ。はい。あー、で、エニフちゃん押す。さあ、頑張る。あー、で、原さんも来た。さあ、みんなで見守ろう。パドックは、何番？まずは、あー、この人が一番人気だな。コメント、直前調教ではいい動きをしていました。そうか。で、うちのノーザンドライバーは、あー、で、こいつが2番人気か。これ以上ない状態、そんなこと言わないで。で、いた、6番人気強い相手が揃っていますね。少しでもいい成績を残してくれるよう期待しましょう。これね、入選しないといけないからね。入選っていうか入賞か。で、新聞で、うちのノーザンドライバー、まあでもマークはもらってるか、まあ、期待はされてるよね。で、作戦は、識別、あーと
マークの色ってことか。まあ何でもいいよ。じゃあ、ここは、とりあえずノーザンドライバーは先行型なので、まあ差しでいいや。差しじゃない、先行ね。よし、これでいい。はい、もう変にいじるとろくなことがない。で、レースが始まります。準備はよろしいですか。あ、じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。さあ、ノーザンドライバー頼んだぞ。さあ、ノーザンドライバーデイリーハイクイーンカップ。で、コースレコードはオグレキャップ。ああ、そうなんだ。牝馬の私が混じって大丈夫だった。じゃあ、コースのレコードは、このレースのレコードっていう意味じゃないわ。ごめんね。じゃあ行きましょう。東京競馬場、本日のメインレースの発走です。はい。スタートしました。5スタートを決めたのは、スタートは悪くなかった。綺麗なスタートを切りました。5番、スコッチスペシャル、行きました。これに続いて、鎌田君は、先頭は、なんと、スコッチスペシャル、場内ドット湧いています。で、その外に、前の方行ってる。いいぞいいぞ。その後ろからは、スイートタワー、その隣に、ルリノブライドル、その外から、アドマリアチェンジ、内からは、アンシェントスーツ。並んで漆黒の馬体、で、一番前行ってるか、大丈夫か。それに続きます、ウィンドフォワード、そのうちに続いています、赤の帽子、アブライレイン、その後ろ、だいぶ後ろ固まってるね。モーターハーフ、さあ、このまま先行で逃げ切れるでしょうか。展開の影響はなさそうです。ここで鎌田スワーブ、先頭に変わりました。てきてるよ。ノーザンドライバー、ほとんど差がありません。アンシェントスーツ、3番手、第4コーナーをカーブして、今何番、何番、1番か。よし、頑張れ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 、そのそのいけるか、頑張れ粘れ。あー、来てる来てる、後ろから来てるけど粘れ。あー、ダメか。いや、待て待て、こっからこっからこっから。あー、いやー、ダメか。とりあえず、ね、ダメだこれ。ダメだ。アドマイアイホール、スコッチスペシャル、見事1番人気に応えました。いや、強えな、みんなみんな強いですね。え、何着？6着か。いやー、苦しかったな。ここは強い馬が揃っていましたから、この結果も仕方ありませんよ。それで桜花賞はね、乗り切れんと思う。で、馬体がガレ気味だった。原さん。はい、それでは今回はここで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ダメでした。さよならー。